皆さんこんにちは。はい、本日ついにプロジェクト無限の情報公開です。まずは、PV を見ながら感想を。その後、判明している情報や気になった点をピックアップ、この流れで進めます。幽霊列車9号線の伝説に関わってるよな。みんなの幻想がリアルになることがルールなんだ。世界がマジでぐちゃぐちゃだ。私最後までデュラでいられるのかしら。私が空に流れ星を流してあげる。でもジャイアントと隕石がこの街を滅ぼすって言われてたぞ。まだわからないのか。真の悪役はお前たちだ。この街を破壊したのはお前たちだろう。さあ終焉を楽しもうじゃないか。つまりこれで終わりってことね。まだ負けを認める時じゃない。ということで、ムービーやばかった。かなり気合が入っているムービーで、ネットイースの本気という感じでしょうか。まず、おさらいになりますが、対応端末は、モバイル、PC、コンソール、プレイステーション。とのことで、スマホ系列、PC とプレステって書いてるんですが、プレステは多分4はなさそう。一応改めて公式の文章だとプレイステーションとしか書かれていません。気になる方は公式サーバーへ参加してみてね。PS5 だけとは明言していませんが、プレステ側のトレーラーにはタグが PS5 しか含まれておりません。少なくとも PS5 でのリリースが優先されるということだと思います。で、他の要素についてですが、発売元はネティーズインタラクティブエンターテインメントプトルトド、開発はネットイース参加のサンダーファイアースタジオの新スタジオ NAKADRAIN とのこと。ジャンルは都市探索型オープンワールド RPG。 基本プレイは無料で、原神や幻冬のスタイルだね。リリース日程は今のところ未定とのことです。レーティングは IARC12 歳以上が対象。基本プレイ1人で、マルチでは最大で4人までプレイが可能とのことです。大まかなストーリーは、プレイヤーは調査員としてゲームの世界に入り、様々な都市を探索し、様々な仲間たちと出会い、街の異変を調査し、インスタントバトルを通じて都市で発生する危機を解決することができます。とのことで、都市型オープンワールドって感じだね。それでは、戦闘面を見ていきましょう。さすがにマルチがあるならソロだと、原神のように複数キャラ編成できそうですが、
PV の見せ方的に基本的には元素反応みたいな。特定の要素を編成で組み合わせるってことはなさそうな予感。そして、改めて見るとこのウサコ固有の能力っぽいので、キャラと乗り物がセットの可能性もありそう。でも、さすがにスキン程度かな。車に乗っているシーンがあったので、乗り物はこれだけじゃなさそう。このバイクはキャラ特有とか、荒野行動みたいにスキンガチャとかあるのかな。戦闘面に戻りますが、PS ブログでは、多様なリアルタイムバトル。プロジェクト魔剣の世界では、敵を仕留める方法は一つではありません。プレイヤーは念力を使ってゲーム内のオブジェクトを自由自在に操り、バトルにも使用して、自分ならではの戦闘スタイルを作ることができます。また、地形の違いを利用し、安全区域内で敵を倒すことも可能です。さらに、スキルを使って敵を高所から突き落とし、素早く戦闘を終えることもできます。同時に、皆さんのために、キャラの個性に沿ったリアルタイム性バトルシステムを用意しています。各キャラクターの武器や戦闘モードは異なっており、火を吹くバットや、サイズを変更できる容量などがあり、多様性と面白さに着目した戦闘システムを用意しています。とのことなんですが、敵を突き落として倒す、というのはおなじみのシステムだね。あとは、安全圏からチュンチュン敵を殴れるというのも面白いね。最近のゲームでは結構敵の出現位置が区切られていたりしますが、もしかして、無限ポップとかになるのでしょうか。武器も各キャラ固有っぽいので、武器ガチャというより、スターレイルの公園水ガチャみたいに、概念を装備する感じになりそう。そして、こちらにも注目してほしいのですが、暇なあなたにミッドタウンウエストの商店街をおすすめします。もしくは、存在しないメイドの館を探しに行ったり、ゲームの腕に自信があるなら、ゲームセンターで没入型体験ができるアーケードゲームへの挑戦もおすすめです。ここで唯一気をつけなければならないのが、スマホの残高と、すれ違うカオスたちです。しかし、心を開いてみれば、友達になれるかも。ということで、まさかのゲームセンターがこちらでも導入確定。意味がそのままなら ZZZ みたいに、ゲーム本編とはかけ離れたミニゲームがあるのかもしれません。そして、カオス、敵のことだと思いますが、まさかの、仲間モンスターシステム搭載されるのでしょうか。まあ、仲間モンスターシステムは敵のデザインにかかっていますね。名調みたいに、いびつな敵よりも、ドラクエのように愛嬌あるモンスターだったらいいですね。ただ、敵が今のところ可愛げはあんまりなさそう。あとは、移動についても補足します。移動はなんと、スタミナ制限がないようです。空中をフィルストフライヤー、スカイスイング、パルクール、壁を登るなどの移動方式で、街を制限なく自由に移動し、探索できます。これは、かなり期待ですね。特別な移動には、映像の中の車とかバイク以外にも、ジェット式リュック、スケートボード、バイクなど、特殊な乗り物を持つキャラクターを実装する予定。だから、やっぱりキャラ固有っぽいかな？そして、乗り物は映像の通り戦闘に参加できるようですね。一応ここで出てきたタフィーは、この子だね。バイクはこの子専用っぽいね。あとは公式サイトにちらほら情報もあるのでよかったら見てください。ということで、情報をまとめていきましたが、いかがだったでしょうか。事前登録者は編集時点で約8万人。ここからどれくらい伸びるか楽しみですね。この動画が良かったら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。